なんやねん。あれ、オープニングお願いします。オープニングです。はい、オープニングです。宮迫です。え、違う。お前。赤羽やぞここ。北区赤羽でございます。はい、まあけえへんぞ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませやないね。はい。センベロの町。うん、それは知ってるよ。有名なな、はい、あのいつか来たいなと思ってたし。よかった。センベロで飲みたいっていう願望はあったよ。はい、で今じゃないよ。ジム終わりで急に引っ張り出すのやめてほしいね。お前もそうやけどヘトヘトやろ。今日上半身きつかったっすね。きつかって。インターバル今日短くて。50のおっさんそんな気軽に呼び出すな。何よほんで。夏を味わえる居酒屋があるんですよ。は？夏を味わえる居酒屋？赤羽やぞ。はい、センベロの街やぞ。はい、なんやねん夏を味わえるって。行ってみましょうか。はい、もう絶対嫌なんやもん。嫌なことしかさせへん。着きました。こちらです。まあまあまあそういうことか。ああ、なるほどな。まあなんとなくは想像してた。また俺をびっくりさそうとしてんねんな。はい。お化け屋敷居酒屋赤羽霊園さんでございますよ。違うねん、俺こういうとこに興味がないわけじゃない。おう。ね。はい。違うねん、この鬱蒼とした感じとかさ。はい。はい、これ大丈夫っていう、分かる？これどうやって掃除してるとか。そっち？もう蚊とか、なんか虫とか、あの辺の埃とか、店内も埃大丈夫とか思ってしまうねん。そっちやねん。すごいとこ見えますね。ちゃんとされてますよ。うまか？はい。どうす暗いんやろう。もう大丈夫？貸し切りで撮ってるんで。はい、アポ取ってます。貸し切りでアポ取るな、勝手に。もうびっくりさすなよ。もう行くの？行きましょう。行きましょう。なんかあんねやろ。まあちゃんとやってます。はい。はい、感染防止のね。このマーク見るとなんか切ななるな。なんか人気番組思い出しますね。うん。いやいやいや。早く。行くよ。しゃいませとか出てけへんの？分かんないです。我々も分かんない。うわ、音鳴ってる。え、どれがどう？何？笑ってしますね。女の人笑ってる。どれがドア？こっちか、狭いド。おお、失礼します。あ、失礼します。え、何これ、どこに座ってんの？内装すごいですね。あだ、どこ、ここどこ、こっち、ここに座りましょうか。この辺、この辺座っていただいて。いらっしゃいませ。はい、はい、どうぞ。柿ピー、柿の種飲み物、こっからなんだわ。あ、こっから飲み物です。あー、どうしよう。久しぶりにちょっと飲んでみようかな。飲みますか。おー、飲みますか。おー、うーいらっしゃいませ。ちょっと待って、いらっしゃいませ。あー、びっくりした。大将、やめてください大将。びっくりした、カキピー取ろうとしたら。この俺の仕事なんだから。はい、はい、ちゃんとびっくりしました。ありがとうございます。なんでカキピー取ったの？カキピー取らんでええわ。大将、ハイボールください。ハイボール4回。これ何個続くの？言うといてほしいわ。いや、なんやこの映像、ずっとどっかの巨大水族館の映像流れてるけど。わあ！取れてなかったやろお前。いや、水槽の映像撮ってました。ハイボールです。
お前取れてなかったやろ。ちょっと驚き損やアホ。あー大将もう大将ちゃんと掃除してる。これ埃とか大丈夫？大丈夫大丈夫。ほんまに。もうなんかもう飲むわ。これハイボール？これ大将。ハイボール。久しぶりや。いただきます。あハイボール。京丹さんやな大将。ちょっと京丹さんにしといて大将。今流行りやで京丹さんの。急に無視。急に大将無視。何なんすか。カキピーなんか久しぶりやな。いらっしゃい。いらっしゃいませ遅いわ。やば。すごっ。何今の。何すか今の。もう何か分からんけどただただ怖かったわ。これもう大将肩こるわ。肩こる師匠じゃないのよ。もうちょっとほんまもうええやろ取れたか。いやまだまだこれから。前半に叩きかけてくる。こんなにやる大将本来。ご飯のメニューとかもあんのか一応。さっきのね、人形落ちたの。え？人形落ちた。これ、飯のメニュー？なんかメニューもポコチンとかさ。ポコチン？そう、玉金とか。まあ、いろいろありますね。うおぉ！ちょ、今取ろうとしただけです。いやねー取れよ、じゃあ。すいません大将、おすすめ何食べ物。女の子に人気があるのがね、はい、やっちまったなが人気がある。何それ。やっちまったな。じゃあ、やっちまったなください。ちょ、卑猥でも大丈夫。え、卑猥でも大丈夫。卑猥でも大丈夫。まあ、一応見てみますわ。了解です。やっちまったな。はい、女の子に人気メニュー。来た、やっちまったな。やっちまったな。これはね、はい、おばあちゃん見ても分かるやつだから。はい、ね、どうぞ。絶対あかんやん。どれですか。絶対あかんやん。これ大丈夫ですか。もう入って大丈夫ですよ。ハムとソーセージ。ハムとソーセージ。そうそうそう、食べ物ですよ。食べ物だ。もう入ってもうてるやん。またみんなの想像力ね。これすごいっすね。よう見たらね、はい、先っぽ、はい、マヨネーズ出てるんですよ。そう。ほら見て、わかる。ほんとだ。これええんかな。いや、まあ、ソーセージとハムですから。まあね。いや、なんか空気うせるわ。空気うせる。これが女性人気ナンバーなんですか。そう、人気なんです。マジっすか。うん、ハムや。ほら、チンコ食べる。あ、もういっちゃった。出てるもんだ、先っぽ。見てみ。あ、ほんとだ、綺麗に出てますね。食べます。やっちまってますね、はい、あ、やっちまってる。やっちまってるな。いやいやいや。丁寧にやってくれる。ソーセージ。で、これでさ、はい、なんかすごい料理出てきたらいいけど、卑猥な料理出てくる。卑猥な形になってるハムとソーセージやね。テンション上がれへんわ。ノーカットでもう、うわー、もうかぶり出してるやん、ずっと。もう泣いて。大将もう全部いったやろ、仕掛け。無視。急に無視。大将のツンデレがえぐい。急に無視するから。さあ、というわけで騙されてきましたけども、マジで楽しかったです。
楽しかったですね。あの大将のタイミングが抜群なんで。よかったですね。あのこの映像で見てて分かってたとしてもちゃんとびっくりします。音がまずでかいですから、ね。うん。迫力ある。はい。ぜひあの初見のカップルで来られると非常に楽しめると思いますので、いいですね、皆さんお越しください。というわけで、チャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。うわあもうこっちも。うまい。さすが大将。タイミングが、はい、おしまい。疲れた。